シャムロックレコーズ株式会社の青木秀人さんによろしくお願いいたします。登壇ください。えっと、皆さん、おはようございます。えっと、いつも見に来ている、このヒルズブレックファーストの、この。舞台に登壇するので、いささか緊張はしておりますが。えっと、まあ、短い時間ですが、えっと、よろしくお願いします。で、あの、まあ、自社製品の紹介をさせてもらおうかなと思いますので。 よろししくお願いしますでただいまちょっと紹介に上がりましたが青木秀人と申します、えー、とシャムロックレコードという、ね、一見何やってるか分からない会社名なんですけどもアプリ開発をやってる会社です、まあ、あのもともとミュージシャンで CD 出したレーベルの名前をそのまま会社名にしたので、まあ、こんな名前になっておりますが、えー、と開発者としてはです、ねまあ、音声認識技術を使って、まあ、長年、えー、と開発をしておりました。 で声シャッターというアプリが去年ぐらいにヒットしてです、ね、もしこの中で知っている方がいらっしゃったら光栄です。というわけで UD トークというアプリですが今、こっちで出ている字幕これ UD トークというアプリの機能の一部で音声認識を使ってリアルタイムに声を文字化していますそれで後ろの方で間違ったのを編集するという形で正しい字幕を出していくというシステムになります。UD トークを 一言で言ででうとですね、まあ、対面でコミュニケーションをするアプリです。でこれって一体どういう時に使うのかってなんか皆さん想像できますか結構これ言うと本当にどういう時に使うのというふうな疑問を <laughs> もらうんですけども耳が不自由な方とのコミュニケーションですね対面で音声認識とかキーボードとか筆談とかそういうのを使ってやり取りするのを、まあ、UD トークでできますよということです。でまあ、皆さんの周りにいららっっしゃったら えとまあ、どういったコミュニケーションをとっているのかはちょっと後でお聞きしたいなと思うんですけれども実際、僕もですね耳が不自由な友達ができて初めてこういうことに気が付きましたで開発のきっかけはですねその友人に、えー、と所属している市民団体で、まあ、講演をしてほしいとやっぱ音声認識って耳が不自由な方が結構注目していますので,でそこで講演をしたんですがやっぱりなかななかか通じないんですねあれとかこれとか言ってもなかなか難しいし。なので こう自分が話したいことを何か伝えるために作らなきゃいけないなと思いましたなんか使命感というよりはですねなんか開発者の興味というかどこまでできるんだろうというので、まあ、この UD トークというアプリを開発に開発することになりましたでちょっと聴覚障害についてお話をしたいなと思いますえっ、ー、となかなか理解されにくい障害なんじゃないかなと個人的には思いますやっぱり見た目ででわからないといいとうのが大きいですね それとあと聞こえないという体験がなかなかしづらい自分の声も聞こえないわけなので、まあ、そういった中でなかなかこうあの理解されにくいんですがもうこれから高齢化社会誰もが耳が遠くなりますここにいる方も全員例外なく耳が遠くなって自覚のない障害者になっていきますそうなったときにですねコミュニケーションの問題というのは必ず出てきます、まあ、そうなったときにですねあの よく障害者の人は困ってる困ってるって言うんですけども1対1になった時ってこっちも困るんですね話したいことが伝わらないというなのでコミュニケーションの問題っていうのは双方向なんじゃないかと僕は考えていますなので UD トークというアプリはですね聞こえる側の人をサポートするアプリいわゆる障害者の周りの人をサポートするアプリという位置づけでこれを開発しております いい感じで出てますねよかったこれが大体出るかどうかで僕の仕事は終わるので, <laughs> で UD トークですが、えー、とそうあのやっぱりさ初めにどういうコミュニケーションをとっていいかということを話し合う前のステップそこのハードルをこれを使うと一気に下げることができると思います筆談がいいのか手話がいいのかそれとも講話がいいのかそれをまず話すための ステップとしで、UD トークですが、えー、と各ストアから、えー、とダウンロードができます。もう2年ぐらい前になりますね、最初のリリースしたのは。だんだん試行錯誤を繰り返して今のものになっております。えっ、ー、と、で、まあこれ全部無料でダウンロードできますので、今スマートフォンとかお持ちの方、すぐ使うことができます。じゃあ一体どこでビジネスするのかというと、法人向けプランというのを用意して、 一般企業の会議への導入とか、教育機関への難聴学生のサポートなんかでお使いいただいてます。何社か契約も取れてますので、まあ、これからどんどん広がっていけばいいかなと。で、実は営業なんですけれども、シャムロックレコード、私1人だけなので、開発部しかない感じです。えー、となので、こちらからちょっと営業してる余裕がないので、まあ、あの口コミとか問い合わせベースで全て対応しております。 やっぱり先方さんに意識がないとなかなかこういうのって導入しても使えないかなとただまあそれだけではなくてですね、まあ、展示会で紹介したりとかあとは各地で講演会とか説明会を開いてあの当事者と支援者の方に対してこういうのがあるという紹介をさせてもらってますで一般企業さんに行った時にですいろいろ説明をするんですがなかなかこう聴覚障害者のためにって言ってもピンとこない方も、まあ、残念ながらいらっしゃいます なので UD トークを使うことで生まれる新たな価値というのをですね、こちらから提案させてもらっています例えば議事録取れますよね会議のあとから修正もしているので正しいものができますとあとは会議の見える化につながって効率アップでもっと言うとこれからの会議のスタイルはこうだみたいなちょっとおしゃれな感じを出してあげればあのこういうのの普及につながるんじゃないかなと思っています、まあなので あのこういうのが普及してくると、まあ、結果的に聴覚障害を持った方が社会参加しやすくなるのかなと思います。あのやってることが正しいのは、まあ、当たり前なので、それを押し付けても、やっぱりなかなか人というのはこう折れないと、<laughs> あの本当結果的に参加しやすくなれば、僕はいいんじゃないかなと思っています。というわけで、えー、と駆け足でしたが、えーと、紹介をさせていただきました。 まあホームページとかフェイスブックページで結構活動内容を随時報告してますので、えっ、ー、と興味がある方は見ていただけると、でまたなんかこの話を聞いてそういうこともあるんだなってことにちょっと気,が気づきが得られた方はですね後でお話をさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。青木さんありがとうございました。ちょっとあの皆さんを代表して一つか二つご質問させていただきたいと思うんですけども、あのでもすごいですよね。 みんなすごいって言って、ここをぼーっと見てたんですあ、こ見ちゃますね <laughs>、はい、素晴らしいあの理念とサービスだと思いました、でちなみにそのせっかくなのでいろんなたくさんの方が来てらっしゃるんですけどなんかこういうところでもしいろんなサポートとかあの力を借りたみたいなところって実はこのヒルズブレックファーストでもう1年近くになるんですけども,もう裏で僕、ずっと音声認識のこれを動かして試験運用してたんですね。はい あのー、やっぱり音声認識のこういう精度を上げていくには実際に喋った音声が必要なので本当実験の場ということで提供させていただいているのは本当にありがたいことです、まあ、この後はもしできたら実用フェーズみたいな感じでやっぱこういうトークイベントをこういう字幕にできるといいかなと思うんですねでそれはあのそういう人たちが来るからではなくて表現する人がこういうのを使って知ってもらいたいっていうふうな動機でなんかこういうのを使っていくような 文化が出来上がるといいかなと思ってますありがとうございました